IBM メインフレームは1952年から IBM が製造している大型コンピュータシステム。1960年代と1970年代は IBM が大型コンピュータ市場を独占した。2020年現在においても IBM はシステム360を発展させたメインフレームを機関業務用に販売している。1957年に中に設置された。 IBM704 メインフレーム1952年から1960年代後半にかけて IBM は大型コンピュータの IBM700、7000シリーズを販売した。第1世代の700シリーズで真空管が使われ後期の第2世代の7000シリーズはトランジスタが使われた。IBM はこれらのマシンで電算処理 EDP 市場を独占した。 IBM は2つのシリーズを持ち、701、704、709、7030、7090、7094、7040、7044のシリーズは高額及び、科学技術計算用で、702、705、705、2、705、3 70、7080 70、7070、7072、7074、7010のシリーズは、 事務処理、またはデータ処理用だった。科学技術計算と事務処理の二つのカテゴリーにおいて、周辺機器はいずれもほぼ共通だったが、命令セットは全く異なっており、同一カテゴリー内でも互換性がなかった。当初 IBM はユーザーがプログラムを自分で書くことを前提としており、ソフトウェアを添付せずに販売していた。プログラムは一命令ずつ手動で登録していた。 その後 IBM は新規に開発したフォートランやコントランなど高水準プログラミング言語のコンパイラを提供し続けてコボルを提供した IBM コンピュータ用の最初のオペレーティングシステムは1950年代当時の相場で200万ドルもした非常に高価なマシンをアイドル状態にしたままオペレーターが手動でジョブをセットアップするのをもったいないと考えた IBM の顧客が書いた。当時の初期の OS は基本的に予約した作業を順次実行する級だった。実際に業務で使われた最初の OS はゼネラルモーターズの研究開発部門が1956年に開発した GM な I-O だと考えられている。IBM は GM I-O の派生版の一つであるシェア OS をベースに発展させた OS を IBS という名前で顧客に提供したソフトウェアがより複雑になりその重要性が高まるにつれ様々なバリエーションのハードをサポートすることが負担になってきたことから IBM はシステム360とその OS を開発することにした第2世代のトランジスタベースの製品は IBM のビジネスの主力製品となり IBM はシステム360を 販売開始後数年間製造し続けた。コンピュータ歴史博物館で修理中の IBM1401 システム360より前にも IBM はメインフレームに分類されない小型コンピュータを販売していたが小型とはいえ当時はまだ大きくて高価だった。このカテゴリには以下のような製品があった。小型機を使う顧客にメインフレームへ買い替えてもらうことは ソフトウェアの書き直しが必要になるため非常に困難だった。7010はメインフレームサイズの1410として1962年に発売された。その後に発売されたシステム360と370は1400機をエミュレートできた。机サイズで命令セットが異なる IBM 1130は1620が独占している。 特定のニッチな市場に対応するためシステム360と並行して販売された。文字エンコードには360と同じ EBCDIC が使われ、ほとんどのプログラムがフォートランで書かれていたためプログラムを大型機に移植することが比較的ありやすかった。ミッドレンジ機は IBM ではメインフレームとマイクロコンピュータの中間にあたるコンピュータシステムのカテゴリーを指している。 IBM システム360モデル501964年4月にシステム360が発表されて世界が変わった。システム360は事務計算と科学技術計算の両方に対応可能な共通モデルだった。360という数字は360度でオールラウンドなコンピュータシステムであるということを意味していた。システム 362は事務計算容器にしかなかった重心算術演算やバイトアドレッシングなどの機能と科学技術計算容器にしかなかった不動小数点演算などの機能が両方とも備わっていた。システム360の一部のモデルでは算術演算機能やバイトアドレッシングなどの機能はオプションだった。ただし上位モデルには上位互換性がありほとんどのいモデルにも 介護管制があった。またシステム360は OS のために初めてハードの使用を統一したコンピュータでもあった。これらのマシンではプログラムや命令にはスーパーバイザーモードとアプリケーションモードがありメモリ保護機能が備わっていた。ハードウェアによるメモリ保護機能は OS をユーザープログラムから保護しタスクが他のタスクに影響を与えることがないようにした。 また新機種は旧機種よりも広いアドレス空間を持っており、当時は36ビットのワードに18ビットのアドレスが普通であったのに対し、8ビットのワードに24ビットのアドレスが利用できた。システム360シリーズの小型モデルは1400シリーズからのアップグレードを想定したもので、さらに360の大型モデルへのアップグレードが簡単にできた。 第二世代機から新世代機への移行をスムーズに進めるため、IBM は360のマイクロプログラミング機能を使って人気の旧機種をエミュレートした。これにより360、30シリーズは追加費用を払うことで1401用のプログラムを実行でき、さらに大型の360、65シリーズは7094用のプログラムを実行できた。 旧機種用のプログラムを実行するには360を一度停止してエミュレーションモードで再起動する必要があった。多くのユーザーは古いプログラムを使い続けており、後に販売されたシステム370では OS 上からエミュレーションモードの切り替えが可能になった。システム百六十ファミリーの OS には o s 百六十、b o s 百六十。 トス360、ドス360などがあった。その後システム360はシステム370、システム390、64ビット機の JARS、システム Z、ゼンタープライズなどのマシンに進化した。システム370は最初に販売されたシステム370のモデルを除き、全モデルに仮想メモリ機能が搭載されていた。 OS-360MFT の派生版である OS-VS1、OS-360Movement の派生版である OS-VS2、DOS-360 の派生版である DOS-VS2 仮想メモリ機能が搭載された。それまでの OS に搭載された初期の仮想メモリ機能は、すべてのプログラムが一つの仮想メモリ空間を共有するもので、その後に開発された。 MVS では各プログラムが別々のアドレス空間を持つようになった。仮想メモリ機能が搭載されたことにより、OS は仮想マシンをサポートすることもできるようになった。VM370 Hyper-Avizer は、標準版のシステム360やシステム370、シングルユーザーの対話型モニターシステムなどの複数の OS を実行できた。 タイムシェアリング VM システムではユーザーごとに別の仮想マシンを実行でき、各仮想マシンは CMS のインスタンスを実行した。IBM システム Z8002000 年に Z900 として発売された JARS ファミリーは IBM が新たに設計した64ビットの Z アーキテクチャーが搭載された。下記は IBM メインフレームに搭載される。 プロセッサの一覧である。これらのプロセッサは中身は同じであるがライセンスに区別がある。CP 以外は任意の OS で走らせることができないなどの軽い制約があり、ソフトウェアのライセンスは通常 CP の数でカウントするため CP 以外のプロセッサを用いることでカウントに含めないようにできる。通常はメインフレームの中にある暗号化アクセラレーター、 クリプト・クスプレス、オサ、エクスプレスネットワークプロセッサ、ファイ・ヒャン・エクスプレスディスク・アイ、オープロセッサなどのサポートプロセッサもある。ネオンエンタープライズソフトウェアが販売したザ・プライムは、主なプログラムを ZIP や ZAP で実行できる許可をユーザーに与えることができるソフトウェアで、IBM に提訴されて2011年に販売を中止した。IBM メインフレームで使用できる主な OS には、 Z, OS, Z, VM, Z, VSE, Z, TP 界 Linux On, IBM Z がある。一部のシステムでは、Music, SP 8が動作する。2008年10月にサインノミネアソシエーツが、オパンセラリス、オンシステム Z を発表した。IBM メインフレームでは、6s, IMS, WebSphere アプリケーションサーバー、DB2、オラクルなど、すべての 主なエンタープライズトランザクション処理環境とデータベースが動作する。これらのソフトウェアサブシステムは、ほとんどの場合で、複数のメインフレーム OS で同時に実行できる。システム370、システム390、システム Z のソフトエミュレーターが存在しており、Unix ワイヤや Linux で動作する FlexES や Linux、f r e e b s t Solaris、MacOS、 マイクロソフトウィンドウズで動作する無料のヘラクレスなどがある。IBM は X86 から64機用の Linux で動作する ZPDT と呼ばれるエミュレーターを提供している。ありがとうございます。